もう空手で一番大事なのはね、目だよ。試合の時にね、相手が怖いからって言って顔を伏したらね、殺されちゃうと。絶対相手の目を見て、相手の動きを見て、ね、自分も動く。相手は、自分が怖い時は相手も怖い。相手は神様じゃない。自分が怖いなと思ったら相手も怖いよ。だからね、目をそらすっていうことはもうすでに負けだから、だからね、蹴るところをまっすぐ見るようにしてください。目を大きく開いて。